ルビー本売れさせへんで。つまりナイクス、シグレ、ホラドリ、ホラケンは全てつながってると。なんや、こっから見ると仰々しい装置に見えますな。僕は父さんのこと誇りに思うよ。翔馬くん、いい笑顔だよ。あそこは小目次さんを語る上で外せませんから、行ってみましょう。とりあえず小目次さんを追いかけてみよう。わかったわ。さすがは爆笑ギャガー、客入りは結構いいわね。あー、いや、どうもどうも。オナー、たま。四角い頭を丸くする。ここでクイズやで。爆笑ギャグが得意な今待ってやないかい。どうもどうも、コメジさんがこのステージに帰ってまいりましたよ。オーナー、久カンペで指示を。ここはやっぱり皆さん、あれ聞きたいんとちゃい。元気の神様、インティインティパチャカパックス。おい奥さん、そんなとこ立ってたら疲れるやろ。ワテの前の席空いてますし、休めるついでにワテの金メダル級の爆笑ギャグ聞けるやんか。お得やで。あ、ええの？そう、はあ、月1回の営業で日当5000円って。実際僕らが見に行った時も客なんかいなかったからね。面白いはずなのにおかしいわね。その話は置いといて、客がいない方が実際にあったことだよね。何かきっかけさえあればフラッシュ。そう。さあ、ワテの原点を見てもろうたところで、次はあっちの方行ってみましょうか。コメジさんが移動するよ、追って。いや、5分も働いてもうたからね、休憩しよう思うて。あ、早い。コメジさんもいい年だし。これは、はいはい、カンペを出す。サインしてほしそうな顔しとるがな。いいでいいで。ほんで、どこにサインしたらええの？この連帯保証人のな。ほいほい、ええー、ね。困っとる後輩のために人肌脱げる男やで、わては。ただな、わてにも家族がおるさかい、とんずらだけは堪忍だ。とんずらだけは堪忍って言うたやろが。さんは保証人になって誰かの借金を肩代わりしちゃったのか。バカね、逃げられるに決まってるのに。ただこれでコメジさんの記憶がフラッシュバックする条件がはっきりしたね。ええ、カンペの指示内容と過去の記憶がリンクするのが条件ね。ほな、そろそろ次行きましょうか。移動ね、行きましょう。
こちらね、なんと風船を売っとるんですわ。風船ってなかなか金払うて買わんでしょ。確かに確かに。じゃないわよ、カンペ出すんでしょ。ほな、やらせてもろてもええですか。なんやねん、利息って。返しても返してもちっとも減らんやないか。ブラックリストってなんやねん。もう借りられへんて。他に借りられるとか、借りられるとか、貸してくれますの？ほんまに？おきに、おきに。借金はどんどん膨らみ、まともな金融機関ではお金を借りられなくなって。そしてついに闇金に手を出したってわけね。あれ、あそこに誰かいてますけど、誰やろ。今日ゲストなんか呼んでます？タマ、あそこに立ってるってことは、このソムニウム世界に入って最初見たのと同じ場面ってこと？その時はよく聞き取れなかったけど、次こそは聞けるかな。そうね。リュウキ君、残り5分よ。もしもし、どうされました？なんや、お手に用でもあるんですか？どうも、チャウチャウファイナンスです。コメジさん、お支払いちょっと遅れてるよね。ああ、それやったら必ず、必ずお支払いします。せやから。本当かな？その言葉、もう何度も聞いた気がするけど。もうこうなったら、あんたの家族に何とかしてもらうしかないかもな。それはどういう意味や？コメジさん、借りたもん返せないならそういうことになっちゃうの、わかる？まあ、とにかく何とかしてよ。頼んだからね。ショーマ、ショーマ、どうしたら、わてはどうしたらいいや。今だ。え？ここがカンペチャンスだ。シェア、とにかく金を用意せな。前に営業で知り合った暴力団の連中、あいつらなんや終わりのいい仕事があるって言うとった。こうなったらもうそれにかけるしかあらへん。行ってみよう。射撃のゲームか。コメジさん、こういうのやらなそうだけど。なんやねん、わてがやるんとちゃうの？まあええか、わてこんなん得意とちゃうからな。ほな、そこの人、銃で人殺しそうな顔してるやん。ちょっとやってみてや。例のもんや。代金はもろとくで。
足はつかへんようになっとるから安心せ。ほな、おおきに。これは小目地は銃の密売をやってたってこと？がいないわ。なんだって？いた、あそこだ。残り4分を切ったわ。コメジさんが飛行機に乗ろうとしてる。表情が死んでるわね。タマ、コメジさんにカンペを出せる位置に乗って。なんでやねん、なんでもう一周。そんなこと言われてもさ、ここでやめたらまた借金増えちゃうでしょ。なんでや、借金はちゃんと返したやろ。まだまだ全然足りないんだよね。全然全然ぐる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 同じところを回り続ける。この飛行機コメジさんみたいだね。コメジさんは裏稼業からなかなか足を洗えずにいたと。きっと利息を払うだけで精一杯だったのよ。あかん、蝶ネクタイ忘れとる。え、ちょっとどこ行くの？なんやこれは。これさえあれば、これさえあればワテはこの生活から抜け出せる。優勝や金メダルや。なんだ、コメジさんは何を見つけたんだ？追いかけるわ。大事なもん誰にも見つかりとうないに決まっとるさかいな。しかもわてのスーツケースにぴったり入りそうやんか。わてにも持って帰ってくれて言うとるようなもんやないか。これさえあればこんな生活から抜け出せる。これは友情のチャンスなんや。もう後戻りなんかできへんねん。コメジさんはスーツケースに何かを入れて持ち帰ったんだ。多分誰かを揺するために。でも何かって？それは小目地さん、あなたの頭の中を覗かせてもらいました。あなたは銃の密売に関わっていたようですね。
他にも聞きたいことはいくつもあります。話を聞かせてもらえますか？あなたはかなり危ない橋を渡ろうとしている。このままでは翔真くんに危険が及ぶことも考えられます。話してください、翔真くんのためにも。翔真を保護してくれまへんか？翔真くんを？あいつが安全やってわかったら、そうしたら全てお話しします。翔真くん、詳しいことは後で話すよ。今はお父さんと話をさせてくれないか？分かったけど。それじゃあ龍騎くん、あとは任せたよ。では小道さん、改めて話を聞かせてください。龍騎班が言うた通り、わては暴力団の銃の密売に関わっておりました。わてが持っとった銃はそこからくすねたものです。やばい仕事をしとるわけですから、何かあった時に身を守ろう思て、わてにはごっつい金額の借金があります。おかげであちこちの闇金から返済を迫られとりまして、とうとう連中からこんな脅し文句を。小梅さん、よく聞いてくれ。あんたんとこには小学生の可愛い坊主がいるな。もし一月以内の返済できなければ、そいつを拉致して海外に飛ばすことになる。いいか、分かったな。警察には相談できませんでした。さっき言うた通り、わては暴力団の銃の密売に加担しとったもんで、それも全て金のためやったんですが、あんな連中とはずっと手を切りたいって思うとりました。せやけどできへんかったんです。借金を返すにはその仕事を続ける以外に方法がなくて、わての芸人としての稼ぎなんてスズメの涙みたいなもんですから。それは店端の屋上で見つけた大事なもん。その件については知っとるんですね？ええ、あなたはそれをスーツケースに入れて持ち去った。誰かを揺するために。ええ、そうです。そのこととホラケンのことに何か関係があるんですか？ユキハン、これを見てください。
者のところを見て。分かってる。テアラーからのメッセージだ。コメジさん、一体どういうことなんですか？なんでテアラーからナイルのメッセージが？ワテが見つけた大事なもん、それはテアラーのもんやったっちゅうこってす。メッセージにあったあれっちゅうのはそいつのことで。じゃああなたはテアラーを脅迫しようと？まあそういうことになりますな。とにかくワテがホラケンに行ったのはそういうわけです。研究所の入り口はワテが着いた時には開いとりました。せやけど竜気班も知っとる通り中には誰もおらんくて、仕方なく待っとったら竜気班が現れて。コメジさん、この後に及んで隠すつもりですか？一度聞きます。テアラーにとっての大事なもの、あれとは一体何なんですか？では質問を変えましょう。それは今どこにあるんです？そこにはでも連れてってくれますか？ほんなら場所教えますわ。コメジさん、ここって？ええ、ワテの自宅です。なんか直球すぎて逆に困惑しちゃうわね。うん、拍子抜けって感じだよ。で、あれというのはどこに？ああどこやったかな。歳のせいかど忘れしてもうたみたいで。ちょっとコメジさん、いい加減にしてください。ここまで連れてきといてそれはないでしょう。そない言われても思い出せへんもんは思い出せへんのや。世界しゃあないじゃないですか。仕方がないわ、リュウキ。とにかく探してみましょう。入ってるのは布団だけよ。テアラーの大事なものとは思えないわ。それらしきものはないわね。何もなしか。ひじきみたいなものは落ちてるけど。それは関係ないと思う。コメジさん、本当にここにあるんですか？そのはずなんですが。おかしいな、一体どこやってもうたんやろ。リュウキ、これを見て。だろうね、そんな気がしてたよ。ほんと、どういうつもりなのかしら。コメジさん、僕にも限界ってものがあります。これ以上嘘をつくようなら。え、君たち、なんでここに？龍騎さん、翔馬くんをアビスの本部に置いていったでしょ。ひどすぎますよ、置き去りにするなんて。私とイリスさんとマメさんは有楽町でディナーをいただいていたのです。
するとそこに翔馬くんからナイルが。それで事情聴取のことを知って翔馬くんが警察にいることも分かり、こいつはやべえ、バチボコ大変なことになったぞ。そう思って私たち翔馬くんのところに向かったんです。だけど着いた時にはもう事情聴取は終わってて。そのようなわけで翔馬くんをここまで送ることになったのです。3人は翔馬くんと知り合いだったんだ。みたいね。翔馬と瑞希は同じ小学校だから、そのつながりでってことじゃない。もういい加減にしてよ父さん。つまらなくて情けなくて売れない芸人ってだけでも嫌いだったのに、その上犯罪まで。警察の人から何か聞いたんか？ああ聞いたよ、何もかもね。せやけどそれは全部お前のためで。言い訳すんなよ。悪いことしたのに開き直ったり嘘ついたりごまかしたり、もううんざりなんだよ。しょうま、父さんなんて死んじゃえばいいんだ。これはどうしたんですか？とにかく龍騎、これは好機と見るべきよ。ドバイタに行けばテアラを捕まえることができるかも。小梅さん、ひとまずあれの件については後回しです。僕はこれからドバイタに行きます。もちろん一人で。凶悪犯がいる場所にあなたを連れて行くわけにはいきませんから。いや、それはあきまへん。そないなことしたらテアラーに逃げられてしまうやないですか。最初はテアラーを信用させんと。龍騎犯はどっかに隠れとってください。ほんで奴が姿を現したところで龍騎犯が。それはつまり。ええ、わてがおとりになるっちゅうこってす。せめてもの罪滅ぼしってやつですわ。龍騎さん、大丈夫ですか？僕は一体。一応怪我はないみたいだ。君たちはどうしてここに？説明は後です。それより何があったんですか？わからない。何か幻覚みたいなものを見て意識を失って。どうにか復活できたわ。
なたが気を失って倒れた後、突然何者かに追い打ちを食らったの。背中に高圧電流を流されて、私の回路はショート。そのせいで私は機能停止状態に陥っちゃって。まあ、こうしてなんとか再起動はできたんだけど、自己修復プログラムのおかげでね。その電流って、テオラの？わからないわ。姿は見てないから。あなたが失禁してる間のことも全く。失神では？そうとも言うわね。ところで、コメジさんはどこに？さあ、見当たらないけど。コメジの右半身ね。死体の状況から考えて犯人はテアラーで間違いないと思うわ。今ウィンクシンクはできないわ。バッテリーが不足してるから。どう言葉をかけていいかわからないわよね。本当になんでこんなことに。行き先がドバイタっていうのも聞こえて、それで心配になって追いかけてきたんです。あ、でもすぐに来たというわけではないですけど、しばらくは追いかけるべきかどうするかみんなで話し合っていたのです。結論が出たのは龍騎さんたちが出て行って2時間半ぐらい経ってからかな。やっぱり行こうってことになってここに。ちなみに現在時刻は23時半よ。助けたというのは大げさですね。私たちはロープをほどいて差し上げただけですから。ロープ？あそこにあるやつね。僕あれで縛られてたってこと？はい、手足をきっちりと。私たちがここに来た時、龍騎さんはその状態で倒れていて、それでキズナッチと私でそのロープを。誰かというのは犯人のことですか？いや、それ以外の人物も含めて。怪しげな人影を見たりとか？いいえ、全くどなたにも会いませんでした。そっか。それは。ああ、いたいた。はい、カード決済のレシートでござんす。あ、どうも。失礼ですが、あなたは？え、足ですかい？足はしがないタクシードライバーでござんすよ。さっきのレシートお渡しするのを忘れてしまいまして。ではあなたが4人を乗せてきたと？ええ、さようでござんす。足、昔から機械の類はからっきしダメでござんして、テレビの配線はもちろん
音楽を聴くのすら人任せでしてね。以前 CD を聴こうとして開け方が分からず拳で叩き割ったこともあったでござんす。はあ、それがどうかしたんですか？そのぐらい機械音痴ってことでござんすよ。そんな足ですから、カード決済の端末なんてスムーズに操れるわけもなく、ほんでもって支払いの処理に手間取っておりましたら。マメちゃんが先に降りたってことみたいね。そんなことされたらこっちはなおさら慌ててしまうでござんしょ。というわけで、さらにもたつくこと3分、4分、いや5分はあったかもしれませんね。どうにか決済は終えることができたんですが、足は焦っておりましたから、カードだけお返ししてレシートをお渡しするのをすっかり忘れてしまったのでござんすよ。その間、後部座席の3人はずっと待っておりました。カードはキズナッチのものだったんです。でもキズナッチは一番左に座ってたから、私とショウマくんは降りることができなくて。では用も済んだので足はこれで失礼するでござんすよ。誰も見てないんだね。精神的にかなり参ってるみたい。しばらくそっとしてあげましょう。リュウキ。ええ、私とキズナッチとショウマくんは3人で一緒にこのスタジオに。その時はすでにマメさんはここにおりました。何よ龍騎、そのことがどうかしたっていうの？いや、別に。まあ、なんとか。いえ、誰もこのスタジオに入るまで人の姿は全く。アビスと本庁に連絡は？もちろん速攻でしたわよ。そろそろ捜査班が到着するはず。一応カウンセラーも手配しといたが、4人の精神状態はかなり。ショウマ君大丈夫ですか？リュウキ、何してるの？早く後を追わないと。スマホは無反応だし、 GPS の機能もオフになってる。一体ショウマ君はどこに？あの様子で飛び出していかれたら探さないわけにはいかないわよね。ほっといたら何をしてかすか。落ち着いてリュウキ、ショウマが行きそうな場所を考えるのよ。行きそうな場所、そうか、分かったぞ。ショウマ君はきっとあそこに。
ショウマ君。まあいいじゃない、これは観覧車よ。待ってれば必ず戻ってくるわ。それにしてもふざけたことしてくれるわね。今日はバレンタインだっていうのに。え？午前0時を回って2月14日になったのよ。そっか。でもそんなことどうでもいいんだけど。どうでもいいってことはないでしょ。それより翔真くんが乗ったのって2番の観覧車だったよね。なんでそんなこと聞くの？なんでって。ええ、確かに翔馬は2番の観覧車に。だよね。だとしたらそろそろ戻ってくる頃だ。え、そんな、どうして。なんでだよ。片っ端から全ての観覧車を調べてみた。なのにどこにも翔馬くんの姿は。この世はプログラムによって構築された偽りの世界ですから、そのコードを書き換えられれば奇跡を起こすことができるのです。嘘だろ、そんなバカな。ありえない、ありえない。確かに翔馬くんはあの観覧車に乗ったんだ。この目ではっきりと見たんだよ。なのに。ちょっと待って、もしかしてまた。タマ、知ってる？前に伊達さんから聞いたんだけど、この神社には時軸の核の実っていう不思議な果実が祀られてるんだって。それを食べると不老不死になれると言われてて。ねえリュウキ、はっきり言わせてもらうけど、あなたの精神状態はまともじゃないわ。ずっと前から普通じゃなかったけど、今はそれに輪をかけておかしくなってる。ちゃんとお医者さんに見てもらわないと。大丈夫だよ、この神社に来たらちょっと落ち着いたから。こんなところに来たって何の解決にもならないのよ。神や仏に頼んだところであなたの心の傷は癒えたりしないわ。だからお願い龍騎。分かったよ、病院行けばいいんでしょ。でもその前に一つ頼みがあるんだ。スタジオドバイタで見た光景、ここで再現してくれないかな。勇気、どうしても HB 事件を解決したいんだ。いや、解決しなきゃいけないんだよ。殺された小梅さんのためにも。たっく、あんたって本当。
まあいいわ、分かったわよ。だけどその代わり捜査が済んだら必ず、うん、ちゃんと診察を受けるよ。約束よ。あ、約束だ。それじゃあ目をつぶって始めるわよ。ね、ここで何を調べるつもり？ちょっと気になったことがあって。あそこに三脚のついたカメラが倒れてるでしょ。あれ、僕らがここに来た時には倒れてなかったわね。なんで倒れたんだろう。テアラーが倒したんじゃない？どうして？理由はわからないけど、テアラー以外に考えられないじゃない。そんなことないよ。倒した可能性のある人物はもう一人いるでしょ。僕らが意識を取り戻した時、このスタジオには4人の姿があった。イリスちゃん、キズナちゃん、マメちゃんと、それからショウマくんの4人だ。そのうち最初にスタジオに入ったのは甘めね。イリスとキズナがそう言ってたわ。もしかして甘めがカメラを倒したって言いたいの？可能性は高いんじゃないかな。でもなんで？それをこれから調べようと。